うわ、青空。暑いっすよこれ。太陽が半端じゃない。これ季節的にこんな真夏ですよ。真夏だね。ね、稲刈る時だよ。もうほら、ここら辺じゃないの、もう買ってあるじゃん。ね、この辺買ってあるけど、でも買ってる人がいないんですよ。買ってる人がいないよね。稲刈りの人なんかを終わっちゃったんですかね。どこ行ってる？休憩してんのかな。休憩してんのかな。暑いし、これ。だって道路のなんか脇だとかなんとかも言ってたよね。そう。この辺ではあるんですけどね。じゃあちょっと電話してみようか。あ、電話します。うん。あ、もしもし。あ、はいはい、すいません。今日取材で伺う、はいはいはい、北と申します。はい、ルビーのね。そうです、そうです。あのね、あの近くまで来てると思うんですが、田んぼがあって、ただ全然ね、一っ子一人いない。耕運機はなんかトラクターあるんですけど。あ、もうちょい、あ、まだ先ですか。あの、なんか目印っていうか分かりやすいものってありますかね。はいはい、かかし、かかしがたくさん立ってる。はい、あ、そうですか、国道沿い。あ、じゃあちょっと今大きい通りから中に入ったんですけど、はい、あ、じゃあそれもうちょっとまっすぐですね。はい、でかかしを見つければそこにいらっしゃいますか。あ、はい、わかりました。はいはい、じゃあ今ね、僕はあの黒いポロシャツ着てジーパン履いてますんで、はいはい、じゃあそっちを伺いますね。はいはい、すいません。なんだって。なんかね、やっぱ近い、もうすぐ近くらしいんだけど、国道沿い行けば、かかしが、田んぼの中にかかしがたくさん立ってるから。あ、たくさん立ってる。それが目印だっていうんですよ。じゃあちょっと早く曲がりすぎちゃったんだ。そう、一歩早く。この辺かかしないですもんね。ない、ない、一歩もない。そういうかかしを探してくれっていう言われて、もう近いのは近いみたい。じゃあ国道沿いにまた戻って、また、行けばいいっていうこと、じゃあ行きましょうか。そっち行けば行きますか。ね、はい。ここら辺じゃないの。うん、かかしもあるしね。うん、あれ、あの方そうじゃないですか、あの女性。あれ、ちょっと、え、巨乳ですよ、巨乳。こんな遠くから見ても分かります。そんな見える。いや、分かりますよ。え、何センチ。いや、何センチは分かんないけど。何センチまで分かんない。じゃあ間違いなく行こうよ。あ、じゃあちょっと行きますか。ここからおっぱいの大きさ見えるかね。いや、見えますよ。だって目印って言ってたから。ここ入っちゃっていいんですかね。大丈夫だ、もう買ってある。すいません。はい、あ、こんにちは。あ、はい、あ、電話したあのルビーのものですけど。あ、はい、あ、こちらヤギさんですよね。あ、はい、ヤギです。あ、お疲れ様です。こんなとこまで分かりました。もうすぐ分かったよね。そう、あのかかしが目印って言ってたんで。 あっちなかったでしょ。あんまりないのか。他ではこっちたくさんかかしがあって、で今みんなね、ちょうど稲刈りの時期だから、結構もうなくなっちゃってる。来る時にね、うもう買ってあると思ったんですよ。そう、ここら辺も結構一斉に今稲刈り中で。そうですよね、そういうシーズンなんですね。でも手作業なんですか。あ、ね、兄があっちでちょっと今機械で調整して見てるんで。ああ、そうか、トラクターも。あ、あの人がお兄さん。ほら、なんかね、怪しそうですね。そうでしょ。ちょっと、いや、なんかビデオとかあんまり話しかけるとあれ嫌われる。いやいや、でも全然ね、あの気さくな兄なので、あ、そうですか。大丈夫ですよ、声かけていただいて。平気ですか。ただ話長くなるかもしれないけどね、田舎の人間だから。また動かすんですかね。うん、なんか調子悪いんでね。調子悪いの。うん、あ、じゃあ動かすまで。あ、止まっちゃいましたね。ね、いつになることやらね。そうなんですか、ね、じゃあちょっと動かすまで、どっかでお話できますか。そうですよね。したらあのあっちの方にちょっと休憩取ろうかと思って、ちょっとお茶とか、用意してあるので、もしよろしかったらそちらの方に。あ、いいですか。はい、あ、すいません。あ、大丈夫ですか、こんなあの急に。あ、大丈夫ですよ。邪魔してるみたいで。いやいや、待って、ここ買っちゃえば。
あ、そうですか。ちょっと長くなるので。足元気をつけてくださいね。ちょっとほら、いろいろいるので。カエルちゃんがいる。トカゲですね。田舎だからいろんなのいますよ。今日でも暑いですね。めちゃくちゃ暑いですね。本当に。でもまあ、カルにはね、ちょうどいいような。ここで大丈夫なんですか？ここ広げちゃって。じゃあ、ここ広げましょう。はい。スタッフさん、ちょっと手伝ってあげて、ここが。こういう感じですかね。ごめんなさいね。傾斜がない方がね。よし。汗が止まんないですね、今日。こんな田舎まですいません、本当に。じゃあ、座らせてもらえば？じゃあ、ここにお邪魔しちゃっていいですか？おお、まあ、もうお兄ちゃんちゃんと閉めてくれないんだから。ああ、こうやって休憩して。そう。でしょ。冷たい麦茶飲みます？ああ、すいません。どうぞどうぞ、お構いなく。よいしょ。お兄さんは、僕らが来ることは知ってるんですか？一応話しました。だってほら、兄がもともと進めてるからね。まあ、そこら辺どういうふうに進めたかちょっと今からお話を聞かせてもらいたいんですけどです、ね、なんかちょっとそれは気になってしまう、ね、あんまりこう気ぃつかなくてもスタッフの方からね、あの気ぃつかなくても大丈夫ですよって言われたんで、まあでもこれぐらいはね、お座りください。はい、すいません。じゃあちょっと失礼して。よいしょ。これはでも気持ちいいですね。そうですね、空気が美味しいって感じですね。まあ、都心の方だとなかなかこういう風景もそうですよね、ないですよね。すぐあそこに大きい山もあるしね、冬は寒いけどね。でもやっぱり紅葉の時期とか綺麗ですよ、すごい。あ、そうですか、うん、紅葉が綺麗そうですよね。子供の頃は田舎が嫌だったんですけどね。子供の頃はそうそうそう、何もないからね。はい、ずっと、はい、こちらの方に、あれですか、こう農家がずっとやってるんですか？農家っていうか、いやっていうわけではなく、まあ、高校出た後に、資格取って、東京の病院の方で介護の仕事してたんですけど、だから実家はちょっと出てたんですね。あ、なるほど。ちょっと出戻りっていうか。そうですね、まあ、出戻りっていうか、出戻りちょっと、ちょっとね、ここはあれなんですけど、あの8年前に父が肺がんをしまして、で一応介護をするんで、その病院の方を退職して、でこっちの方に戻ってきたんですけど、なんですけど、まあ半年かな、戻ってきて半年ぐらいで、まあ、父の方がちょっと他界してしまって、亡くなられたんですか。で、まあ、退職してこっち戻ってきて、で兄がこっちの父の仕事を継ぐっていうので、その手伝いをと、忙しい時期は手伝って、でそれ以外の時はちょっと町のスナックの方で夜、仕事してます。介護士からちょっとこう色っぽいですね。いやいや、そんなことないですよ。いや、あの笑顔がすごく可愛いっていうかチャーミングで、お客さんとして行きたいですもん。あら、じゃあぜひ来てください。あ、スナックなんか大転身ですね。そうです ね、ちょっと正直自分でもびっくりしましたね。スナック、そして農業と、農業ですね。へえ。まあ最初はちょっとお試し気分でね、あ、スナックで、お仕事してみたんですけど、これが結構楽しくて、介護で気詰めてやってるよりはこっちの方が気楽みたいな。だってほら、もう元気でお酒楽しみたい人がいらっしゃるじゃないですか。なんかそんな感じ、あの人当たりがいいとか、合いそうだね、逆にね。そうですかね、愛嬌あるっていうか笑顔がすごくいいし。ありがとうございます。逆に言えばその優しそうな感じで介護の仕事も合ってるかもわからないんだけど、ね、どっちも合ってそうですよ ね。そうなんでね、結局そんなこんなで、結局スナックの方はお試しのままがそのまま定着して、そう、そのお世話になってますね。あの、あずささんは何歳なんですか？あ、今43です。今年44になります。お恥ずかしながら。いや、ごめんなさい、全然今ね、言われるまでは本当まだ30前半かぐらい、若い人だなと思っていたんですよ。あと、もう都心の人はお世辞上手ですね。いやいや、お世辞じゃなくて本当にね、だってすごい笑顔が可愛いし、なんか童顔ですよね。いやいやいや、今日ほら人と会うんでお化粧してきてるだけでね、いつもはここまでなんかしないですからね、田舎だから。結婚というか、お子さんというか、そこら辺は、まあ、なしなしですね。
機会がご縁がなくって。え、一回もしてないの？うん、やっぱりほら介護の仕事だったので、出会うってお年寄りばっかりなんですよね。あ、じゃあ何、彼氏もいなかったの？ああ、でもね、付き合い、友達の職場か、職場の同期の紹介で2人ほど、付き合いはしたんですけど、やっぱりどうしても介護の仕事って、あの時間不規則なんですね。夜勤とかもあるし、曜日も関係ないので、会う時間がほぼほぼなかったんですよね。で、結局たまに会えるとしてもなんか、まあちょっともうはっきり言っちゃいますけど、体を求められることがほぼほぼで、私はゆっくり過ごしたいんですよ。あ、別に、あ、なるほど、言ってることは分かる、はいはい、なんですけど、結局会えたからっていうんで、結局、そっちの方、そっちの方っていうのが嫌になる。セックスばっかり求められてて、じゃあ私体かいみたいな感じ。そうですね。で、結局まあそれが理由で揉めて別れましたね。二人とも。二人とも。そうね、同じ理由でしたね。まあ、なんか分からないでもないというか、あの実は今日もね、あのこの目じスタッフから目印というか、あのさっきかかしを聞く前に、巨乳の人を探しなさいっていうふうに言われてたんですけど、見事に、じゃあ巨乳と爆乳爆乳ですね。いや、さっきあのここを見つけた時に、あの人ほら爆乳ですよって、おっぱいでさから先に、ま、カカシがどうのこうのじゃない。やだ、カカシで探してくださいよ。目印カカシって言ったんだから。いや、これ見事な本当に。いや、でもなんかね、それ恥ずかしいな。都内でお付き合いしてた男性の気持ちも分かる。分かる、だからね、やっぱりやっぱこんな人とお付き合いしてたら、巨乳見ちゃったら、エッチしなくてもなんかこう触っていたいよね。なんかそうですよね。もう私の気持ちも汲んで欲しかったですね、その時はね。まあ、そうですね。なるほどね。まあ疲れててね。まあ、若かったっていうのもあるんでしょうけどね。20代ですか。じゃあ、あれですか、あの都内で2人の人とお付き合いしてて、まあ、結婚しないで、でこっちに戻ってきたっていうのは何歳ぐらいの時ですか。もう8年、9年ぐらい。35ぐらい。もっとか、35、6。43って言いましたよね。はい。で、8年前にお父さんが亡くなる、肺がんかなんかあって、戻ってきたということ。35ぐらい。そうですね、大体それぐらい、30半ばぐらいでしたね。もらいに帰ってきて、しばらくお父さん面倒見てたんですよね、面倒見つつ。それで、こっち戻って、ね、スナックとかお兄さんの手伝いしてるんですけど、それで男の人はどうなの？巨乳を求める人たくさんいたと思うんですけど、そうですね、まあ、前の職場と違ってやっぱスナックだとお元気な男性の方が多いので、まあご縁があって、そうですね、5人ぐらいの方と付き合いはしたんですか？付き合いはして、で、まあ、今また1人なんですけど、結局まあ今彼はいない。結婚まではしない、せずで、せずだったんですか。そう、じゃあ逆に言えば、その気持ち的にね、落ち着いた状況でエッチしてて、少しはその都内でやってた時と比べてエッチ自体はどうなんですか。そうですね、自分もこう年を取ってきたせいか、だいぶ好きにはなりましたね。好きになった。いいことじゃないですか。そうで、やっぱりちゃんとこう会う時間も作れるし、その中でのそういう行為なのでね、お客さんとの、あ、そうか、恋人関係じゃなくて、そのなんだろう、仲良くなってお話をして、でこう忙しくてね、こう会う時間もなくとかでもないから、そうかそうか、余裕、自分にも余裕があるんですよね。そう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 、まあ、それなりに楽しみで、そうですね、だいぶ楽しめるようになりましたね。楽しめるようになったんですか。はい、なるほどね。で、そのなんかさっきからね、お兄さんがどうのこうのって言ってたじゃないですか、お兄さんがいなかったら私出てなかったよとかなんとか言ってたじゃないですか。それどういう意味なんですか。ああ、それね、まあ、アリ見たまま分かると思うんですけど、アダルトビデオ大好きなんですよ。お兄さんが、そう、あずささんは、も元を正すと兄だけだったんです。最初ね、お兄さんが見てたんです、最初、で、まあ父がさっきもお話しした通り他界をして、で、まあ、あの兄がこっちの仕事をね、農業を継ぐっていうことになって、で、兄がもともと住んでたところから、こう
機械とかね、その仕事道具とかもろもろある、もともと父が住んでた実家の方に越すことになったんですね、家族で。あ、家族で？そうそう、兄結婚してるので。ああ、お兄さん家族が。うん、そうなんです、ね、はいはいはい、実家に。で、道具とかがいろいろある方が、まあ手入れとかもほらできるし、広さもあるので、そっちの方に、父のもともと私たちが住んでた実家の方に兄が行ったんですね。兄夫婦家族が行っちゃいました、うんうん、で私はこっちに戻ってきて住むところを探さなきゃいけなかったんですけど、まあ、兄がそういう形で実家の方に移ったので、兄が住んでた家に私が、そこに安藤さんが入った、そう、はい、でまあさっきお話した通り兄も結婚してるので、大好きなアダルトビデオを見る場所がないじゃないですか。お兄さんがね。そういうことか。でコレクションを、家族がいるから、そうコレクションをもともと私が兄の家を借りた時にそのまま置いてって、見るために家に帰ってくるんですね。あ、なるほどね。じゃあ、梓さんは一人住まいだから、お兄さんの一軒家でいいんですか。そうそうそう、一軒家に一人住まいしてて、お兄さんビデオ見るために来るわけ。そう、帰ってくるんです。ああ、妹のところに来て、そう、アホなあれでしょ。お兄さんと仲いいんですか。はい、いいですね。やっぱ田舎なのね。もう何でも嘘なしの通過、もうあれ、分かることなし。下手すりゃここら辺近所も通過ですよ、田舎だから。あ、田舎だから。そうそう、まあそこまでの趣味はね、通過じゃないけど。それで AV 鑑賞を、そうそう、兄がずっとしてて、結局環境的に見えるんですよね。あ、お兄ちゃん見てると、で一緒に見ちゃったりするんですか。見るようになりましたね。なんかそれもまたなんかいいです ね、オープンというか、ある意味ほのぼので。ほのぼの、なんかAV から考えるとちょっと兄弟でいやらしいことになっちゃうとかすぐ考えちゃうんですけど。それはないですよね。肩を並べて AV 鑑賞する、そうそうそう、あの兄弟みたいな、兄弟みたいな、なんかそういう発想をしちゃうんですよ。そうですね、やっぱりこう、男性が見る目線と女性が見る目線って多分ちょっと違うと思うんですよ。あ、そうですかね。 それでこう私がこう兄の横で一緒に見ながら兄にこういろいろ質問してたんですね、これってどうなのかなと、これってどうなってるのって、したら、まあ、うるせえと。集中して見らないと、そんなに知りたかったら お前が出て勉強してこいと。お兄さんが、エビ出て、そうで、いろいろ知って俺にも教えろと、俺は出らんないからって。なんてオープンな。あ、お兄ちゃんどっか行っちゃいましたよ。ちょっとお兄さんにインタビューしたいですね。話聞きたいぐらい。あ、そういうあれで。アホな兄貴なんです。いや、でもアホな兄貴もわかるけど、俺から言えばあずささんもそのお兄ちゃんの一言でじゃあ出るわって、出るってのも。いや、ほらでもね、あの、なんて言えばいいんだろうな、人生一回じゃないですか。やっぱりこう調べてね、得る知識と自分がこう、経験をして、自分で体感して得る知識ってやっぱ違うと思うんですよね。そうですね、全然違うと思いますよ。で特にこういう田舎ってこう何も刺激がないところなので、なるほどね。自分でもし経験ができてね、お勉強であったり知りたい疑問が知ることができたら、それはまた身になるのかなと思って、貪欲でいいですね。それはいいことだと思いますよ。もしよかったらなんですけど、おにぎり作ってきてるんですね。もうそろそろ休憩時間なん でいらっしゃるの聞いてたからちょっと多めに握ってきてるんですけど、うちで取れたお米なんですけど。あら、お米、取れたお米でおにぎり、いただきたいです。もしよかったら、ご一緒にいかがですか。あ、いいんですか。じゃあちょっとね、あの日が照ってるから車の日陰の方に入れてあるので、はい、ちょっと持ってきますから、はい、ちょっと待ってください。お願いします。ありがとうございます。じゃあすいません、はい、すいません、すいません、すいません、田舎なんでね、大したものじゃないんですけど。あ、いいですね、塩むすび。塩むすび、ね、米だけ、純粋にお米だけで食べるおむすびっていいですね。そうなんですよね、やっぱりね、お米が美味しいとね、塩だけが一番美味しいかとは思うので、はい、よいしょ、よかったら、お好きなのつもってください。じゃあいいですか。いや、おかずも唐揚げがあって、卵焼きがあって、いいですね。なんか美味しそうだよね、この米が光ってるね。米光っていうあれなんですかね、銘柄
この辺、うん、でもこの辺ってあれですよね、そんなお米の名産地ではない、ね、そうですね、そこまで名産ではないんですけど、まあでもこう土地があるのでね、でね、昔から、うん、取れたてのお米で作ったおにぎり、うん、じゃあいただきます。はい、お好きなのからどうぞ。うわ、これ美味しそうだ。じゃあいただきます。召し上がれ。ガブッと。うん、うん、あ、うまい。これ美味しい。本当ですか。うまい。よかったです。うん、お米がです、甘いですよ。あ、本当よかったです。これだって、これだけで何もおかずいらないですよね。そうですね、私はもう十分ですね、お漬物とおにぎりでも。なんかここら辺見た感じ、なんかお水がね、うん、美味しそうな感じしますもんね。そうですね、湧き水が美味しいので、うん、水のせいっていうか水の力もありますよね、うん、赤城山のなんか水が流れてきてるみたいな感じで、名物名物赤城山みたいな、クリスト中時がもしよかったらスタッフさんたちもほら、もう撮影もし大丈夫だったら、うん、食べてください。せっかくだから。そうだよね、うん、食べないと、こんだけ日が照ってるとちょっと悪くなっちゃいますもんね、うん、こんなね田舎だけどね、こう、うん、いいところもあるの知ってもらいたいし。あ、うん、あ、いいんですか、うん、召し上がってください。じゃあ、そうだね、うん、スタッフの分も十分ありそうだしね、いただいちゃいましょう。じゃあ、じゃあいただきます。はい、じゃあすまない、いただきますね、うん、はい、はい、いただきましょう。食べてください。美味しいよこれ。いや、本当美味しそう。じゃあ、あれ、B 班どこ行ったの？呼んでこうか、B 班もね、うんじゃね。はい。じゃあ、そういうことで、カメラ止めます。あ、はい。とりあえず、はい。しっかり食べますよ、これから。うん、食べてください。唐揚げもいただいちゃおう。で、なんか見ながらやっぱり AV 見たらちょっとこうムラムラしたりしないんですか。まあそうですね、しますね。あ、しますか、やっぱり。それはします。男はね、もう、うん、だって AV ネタになるわけだから、それをおかずにして自分で処理したりするわけですよ。女の人っていうか女性はどうかなと思ってね。まあやっぱ女性もあると思いますよ。思いますよって、なんか他人事の言い方が、ね、いや、ほら、他の人は分からないんでね、私はあります、そういうのは、うん、やっぱりムラムラしてきて、うんうん、します、します。でもお兄さんいて2人でまさかやるわけじゃないですか。しないです、しないです、そんなのはしない。あの、兄が帰った後ですよ。帰った後、そう、
あ、やってるんだ、じゃあ自分でこそっとえ、じゃあオナニっていうのは何歳ぐらいからやり始めたんだっけ。そうだ、それも聞きたかったの。あー、それも、そうですね、もともと私あの初体験が遅かったんですね。おー、初体験、多分あの普通の今の年の女性でいくとちょっと遅い方で、うん、あの23だったんですね。ああ、それは確かにそうですね、遅いですよね。あの病院の方に勤めて、でその時にあのお話しした2人お付き合いした、うん、うん、うん、人の人が、そう、一度最初の方が初体験の方だったんですけど、でその当時はやっぱりもうほら、会うたんび会うたんびそういうのを求められるので、正直そのセックスがちょっと苦痛のとこがあったんで、セックスが苦痛、うん、こっちに戻ってきて、そのスナックの方とお付き合いをしたってお話ししたじゃないですか、あ、今度こっちでね、そうそう、こっちでね、うん、でまあ普通にそういう男女の関係がある中で3人目ぐらいの方かな、あたりからやっぱりなんかそういうのがすごく私も受け入れられるようになってきて、なるほどね、エッチすること自体がもう当たり前だみたいな感じの体になってきたために、そうそうそう、て私もだいぶそういうの好きになれて、でその時と多分同じぐらいなんでしょうね、兄が見てるアダルトビデオ、でやっぱりそういう気分になったので、まあ、兄が帰った後一人でもしもしょっと自分自身を慰める自行為ですか。そうですね、するようにはなりましたかね、じゃああれですかね、その AV で出てるように、うん、こうおもちゃとか電話とかいろいろ使うじゃないですか、 AV ってみんなそれでヒー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 言ってるでしょ、ああいうのは使ったことあるんですか。いや、それはそうですね、その今言った3人目のお付き合いした方が、うん、結構会う時にこうラブホテルとかに行くことが多くて、うんうんうん、そうするとあのホテルにこう大人のおもちゃって、はい、はい、置いてありますね、置いてあると売ってますよね、うん、ああいうのでまあ何回かはあ、そこ買ってうん、あるんですけど、使ったことある、ただもうそれはそれっきりで日常の中ではやっぱり兄も来ますし、うん、じゃあ使っあラブホテルでそのまんまもうそこでもうそのままです、うん、置いてきちゃうって感じですか。じゃああれですよね、北さん、せっかく晩ご飯ごちそうになるんだから、そのバイブとか、そうですね、まあなんかちょっと使ってあげた方がいいんじゃないかな、転売特許というかですね、もう得意中の得意ですよね、まあ商売ですから ね、そういうあの車にたくさんアダルトビデオのメーカーさんですもんね、それをじゃあちょっと今日使わせてもらってもいいですかね。はい、ちょっとね、もうじゃああの今日なんか話が弾んじゃって全然食べてないから、ちょっともう話やめましょうよ。ね、じゃあ、もうこれだと話2時間3時間もう本当に寝る前、朝までなんか話してもらうんで、じゃあとりあえず先ほどね、そのスタッフにもね作ってあるっていうことなので、じゃあ逆にスタッフたちの方が逆にこのご飯を楽しみにしてると思うんで、はい、じゃあちょっとカメラここで切ります、はい、ね、じゃあこれからみんなと食べるような形をしますんで、はい、じゃあいただきます、はい、皆さんいただきましょう、食べてください。